皆さんこんにちは。新年最初の食べ放題はホテルビュッフェになりました。東京ドームホテルヴィラッサで開催中の北海道フェアにやってきました。早速ビュッフェ台に参りましょう。じゃあまずはビュッフェ台から。ここは割と変わった配置だったよね。そうだね、 S 字カーブのような作りになっていて、全体的にこうちょっとぶつかりやすい3の字を書いた感じで、うん、最近多いのはビュッフェ台に見本が置いてあって全部並べてない感じ、うん、多かったね。メインの食材大体そうだったもんね。そうだね、カニもディナー限定品もなんかその場で作ってくれる的なものが多かったかな。これは1巡目を取りに行ったところ、うん、中華コーナーがこの一番スイスさんでね、皆さんカニさんだったりとか洋食を取ってきたので中華から行ったと、うん、中華も種類結構あったよね。10種類ぐらいあったんじゃないかな、うん、とりあえず好きなやつから取ってきた、うん、味の濃そうなものからお腹すいてたんでね。この鶏が美味しそうだったので2個取ってきた。スープ餃子って珍しいよね、うん、水餃子じゃないんだね、うん、北海道だから魚のチャーハンとか。これほんとかわいいミニ、うん、じゃあ早速いただきます。まずはスープ餃子から。これ割と珍しいよね。そうだね、水餃子とかよく聞くんだけど、まあもちもちした皮とニンニクの入っていない餃子が美味しかった。うん、これヤムニョムチキンって私辛くて食べれないと思って手を出さなかったんだけど、うん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 、あの辛さは全くなくて、どっちかって言ったらトマト風味っていうのかな、うん、とても肉厚で美味しかったな。麻婆豆腐好きだよね、うん、こっちの用麻婆豆腐の方が山椒の味がすごいこうピリッて効いてて結構辛かったね。しびれるんだ、うん、私はだから中華以外のお皿を1巡目に取ってきたっていう感じかな、うん、緑色だけどこれ何？これねネギのやつなんだけど酸っぱさはそんななかったよ、うん、おすすめはこのコーンクリームのやつかな。まろやかでちょっと甘みが効いてて、これ一番おすすめかも。これも割とメインなおちょこ丼。そうだね、ここ結構混んでたね、うん、彩りはすごい綺麗だったね、うん、一口サイズのご飯系なのでとりあえずねサーモン以外を一通り取ってきて、まあ、食べてみようかなと。割といろんな種類入ってたからね、うん、これあのローストビーフは奥にある1枚のローストビーフが薄くなったものをご飯に乗っけたって感じのちょっと酸っぱいご飯でした。うーん、で私の2巡目、ま、同じくおちょこ丼取ってきてちょっと中華も取ってきたかな。まずはこの天然ぶり漬け、これが一番美味しかったかな。もしかしてぶりだったの、うん、マグロの漬けとかでずっと思ってた。あ、うん、ぶり。で、お正月散々食べたサーモンイクラ、これも味、油が乗ってて美味しかったよ。ズワイガニとアボカド、これあんまりズワイガニそんなに強い味じゃなかったんで、もうちょい強い方がいいかな。そうだね、これね、芋餅なんだけど本当はそのこの隣に置いてあったスープと共に食べるみたい。分かりにくいねこのミニ肉まん、これが一番美味しかったかな。皮がもっちりしてて美味しかったよね、うん、小籠包みたいだった。ポテトサラダはポテトがゴロッとしてて美味しかったし、麻婆はちょっと辛そうなんで、うん、チャーハンとともに。これが北海道といえばスープカレーってことで取ってきたんだけど、あのすごい癖がある、多分ラム肉だと思うんだけど、あ、うん、これがいろんなスパイスと煮込まれているあんま辛くないカレーだったね。具材だいぶ大きいよね、うん、具材が大きいんですごいねこう満足感はあるんだけど、まあ、人を選ぶスープカレーでした。
これはブリのポワレでディナー限定の商品なんだけど、うん、注文してその場で作ってくださって、うん、やっぱり所作が綺麗だよね。でこれは肩ロースのやつなんだけど、商品名見てるだけだと物が全くわからなくて、でちょっと調べてみたんだよね、と調理法が商品名になってるみたいなんで、一回ローストしてバターで溶いた油をお肉にかけながら火を入れていくっていうものらしくて、お肉はもう、うん、お肉はすごい柔らかかった。ブリの方はトマトが結構強い感じで、豚の角煮みたいだね。あ、でもそういう感じの味じゃなかった。じゃあカニさんを取りに行きましょうか。このカニメインだよね、北海道だからね。一人一品、こっちのパスタかズワイガニの二方かを選べるんだよね、うん、カニを食べていくんだけども、なんかこうすごいスリムなカニさんで、お味はヘルシーでした。割とカニ食べるの久しぶりだからね。うん、今年初ではあるけどね。トマトクリームパスタは割と濃厚で美味しかった。ああ、そっちの方が美味しそうだったね。どっちかって言われたらパスタかな、きっと。ローストビーフはどうだった？ローストビーフは肉厚で噛み応えがあるんだけれども、柔らかさはほぼほぼないと。噛み応えがある感じ、うん、そういう赤みが多いので、まあ、そういうのが好きな人はいいかもしれないね、うんうん、結構肉厚だよね、うん、まあ、味がね、これもまたヘルシーな味でしたな。うーん、ソースが1種類しかないのがちょっと残念だったかな。あ、まあ確かに選べるといいよね、うん、デザートビュッフェ代は割といろんな変わった種類がいっぱいあったよね、うん、和食系の大福とかね、うん、一口サイズなのがありがたい。かぼちゃのな、そうだね、かぼちゃのプリンとハスカップのパンナコッタ、パンナコッタ、北海道メロンロールケーキ、これ一番こう味が分かるというか。そうだね、メロン味が分かった。おまけキャラメル大福、これ美味しかったね。これ美味しかったね、うん、2人ともこれがもしかしたら一番かも、うん、いちご大福、大福も美味しかった。大福大体美味しかった。私が取ってきたこれがデザート。これはクリームチーズムースでレアチーズケーキの味だね。で、酸っぱそうに見えるんだけど、ハスカップはそんなに酸っぱくなくてちょうどいい感じ。これは美味しかった。ガトーショコラはもう生チョコだよね、完全に生チョコだね、うんうん、チョコを本当に固めたっていうぐらい濃厚ね。で、口どけは滑らかで、うん、これかなり美味しかったね、うん、これショートケーキ、これも美味しかったね。食べやすくてよかったね。キャンディーアイス珍しいよね。これも美味しかった。リラッサって名前がついているやつは大体美味しいね。確かにね、シュークリームもそうだし、あ、そうそう、これこのシュークリーム私食べてないんだけど、うん、どうだった？これはね、すごい美味しいシュークリームだった。中身はね、生クリームのようなカスタードクリームのようなクリーム。じゃあダブルクリームだったのかな。もしかするとそうかもしれない、うん、これミルクプリンモンブラン、うん、モンブラン系としてはそんなに味は強くないんだけど、プリンとしてはすごい美味しかったね、うん、すごい美味しかった。口どけもいいし、うん、甘すぎないのがまず良かったよね。良かったね。もう種を食べるかべきか迷ったけど、俺は残しちゃった。これかぼちゃの種だから食べて大丈夫だよ。あ、そうなんだ、うん、で珍しくパンコーナーに行ってパンを取ってきたんだけど、結論から言って確実にリベイクした方が美味しいね。そうなの、うん、ちょっと時間がかかるなと思ってもリベイクした方が絶対にいい。なんで？これ全然美味しさが違うから。特にこのパリパリが重要なデニッシュ、このデニッシュがパリパリですごい美味しかった、うん、
もうサクッとしてて軽くて、うん、で何よりこのカレーパンが驚いた。そうだね、全然油っこくなくて、うん、もしかしたら油で揚げてないかもしれないっていうくらい手に全くつかなくて、うん、これどうやって調理したのか本当にわからない。味もしっかりしてるし具もしっかりしてるし、うん、これすごい美味しかった。あ、もしもししたらね、うん、これもしかしたらこの日一番かもしれない。ああ、いかがでしたか。今年は年末年始の旅行には行けなかったですが、ホテルビュッフェで各地の味を体験するのも楽しいですね。今年もいろんなお店や商品をご紹介していこうと思いますので、楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。